メンタルが病む理由ベスト3。今日は伊豆高原の一匹湖からお届けしています。メンタルが疲れている、あるいはメンタルが病んでしまったっていうね、人は多いと思いますけども、なんでメンタルが病むんだろうっていう、その理由についてね、ちょっと考えてみたい。こういう人がメンタル病みやすいよっていうことです。もしあなたが1つ2つ3つ当てはまるとしたら、ちょっとやばいかもしれないので最後まで見てください。メンタルが病む理由、1つ目は無理している。無理してないとしたら余裕を持ってできるので、メンタル的に追い詰められるっていうことはないと思うんですね。なので何がしかの無理というものが発生している。それは精神的な無理であったり、身体的な疲れが溜まってるとかね、そういうことも関わってくると思いますけども、そういった無理というものがどっかで限界点を超えるとポキッと折れてしまうっていうのがメンタル疾患だと思うんですね。無理しないでねってよく言うんだけど、これ結構重要なアドバイスだと思うんですね。樺沢的にはやれることをやれる範囲でやっていこうっていうことをよく言いますけど、これはかなりの本質をついてるんじゃないかなと思います。皆さん頑張ろう、仕事で頑張るぞ、仕事で成功するぞっていうのはすごくいいんだけど、自分の本来持ってるポテンシャル以上の100のポテンシャルなのに120、130のことを無理してやるから疲れが溜まっていくし、精神的にも疲れていくということになってくるので、100の能力のところをギリギリまで攻めながらやっていくと、自分の限界を超えずにいろんなことができるようになってくるということだし、いつもちょいむずって言ってんだけど、このギリギリのことを攻めることによって自分のポテンシャルっていうのが上がってくるので、いつの間にか120、130のことができるようになっていくということもあるんですね。なのでギリギリのところを攻めたり、やれることをやれる範囲でやっていくというのはいいんですけども、無理して自分のキャパシティやポテンシャルを超えることをやり続けると疲れてしまう、メンタル的に破綻する可能性って高いですよね。2つ目が睡眠不足。やっぱりメンタル疾患の患う人で、毎日8時間寝てます、だけど私鬱になりましたって人はあんま見たことないですよね。だいたい睡眠を削っている、あるいは眠れなくなるというパターンもあるんだけども、ストレスが溜まったり仕事が忙しかったり、いろんなことをやっていると時間がなくなって睡眠時間を削ってしまう。結果としてメンタル疾患が発病してしまう。メンタル疾患が発病してしまうと、さらに布団に入っても眠れなくなるってことが起こってきて、悪循環を引き起こしますよね。逆にメンタル疾患を治すために必要なことっていうのは、睡眠をきちんと取るということですよね。睡眠不足だけでメンタルが病むかっていうふうに思うかもしれませんけど、睡眠不足に代表される無理ですね。先ほど言った無理なんですけど、身体的な疲労というかね、そういったものが蓄積というものが、心と体ってやっぱり連動しているので、運動不足、あと不規則な生活、これも睡眠運動朝散歩の逆ですけども、睡眠不足、運動不足、不規則な生活というものが体をズタズタにしていく、そして体の基盤としてその上に乗っているメンタルというものも非常に危ういものにしていくわけですね。睡眠不足、運動不足、不規則な生活っていうような体の機能を損なうような悪い生活習慣っていうのは、メンタルを病む理由ではないでしょうか。対処法としては睡眠運動朝散歩などで生活習慣を整えていくということになりますよね。3つ目、一人で悩む。だいたいメンタルで病んでる人は、いろいろと辛いことがあったり、職場の人間関係で悩んでいたり、上司の人間関係で悩んでいたり、いろんなことがあるんだけど、あまり人に相談しないよね。あまりというよりはほとんど相談しないと言ってもいいと思うんですけども、人に相談することが下手、あるいは何かわからないことがあっても、事前にこうあまり大事にならないうちに上司や先輩に聞き出したりするのが下手なので、結果としてそのトラブルや悩みというものが大きく膨れ上がってしまい、それでも誰にも相談できないんで、自分一人で抱えてしまうから、メンタルダウンしてしまうっていうのが一つの流れですよね。なので相談しても解決しませんよってことなんだけど、相談すると自分の背負ってる荷物というものを少し他の人に背負ってもらえる、気分が楽になるわけですね。相談しても悩みが解決しないから相談しませんっていう患者さんが多いんだけども、相談するのは悩みを解決するためではなく、ガス抜きのためです。言ってすっきりするから OK なんです。だから人に何も言わない人は、どん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 自分一人でそういう重さ、ストレス背負いますので、どっかで疲れてしまうし、どっかで破綻してしまうし、どっかでポキッと折れてしまうという、それがメンタル疾患の持病ということになるんじゃないかなと思いますね。ということで、メンタルが病む理由を3つお伝えしましたけども、皆さんもどれか当てはまるものがあったとしたら、ちょっと危険な状態に入ってきます。なのであまり無理をしないということ、睡眠運動朝散歩で生活習慣を改善していくということ、何か困ったことがあったり辛いことがあったら誰かに話す、ガス抜きする、相談する、こういったこと一つ一つはそんなに難しくないとは思うんですけども、みんなそれを何か突き詰めて悪い方に向けてしまうと、合わせ技一本でどこかでメンタルがやられてしまうということも起きますので、あまり無理せずにですね、健康習慣に注意しながら、他の人とのつながりを大切にしながら仕事や生活をしていってほしいなと思います。